4つ目いきます。4つ目の問題こちらです。お店がオープン40年ぐらい前、45年前、うん、セリアかな。セリア1日におよそ8000人が乗り降りする名鉄南鍵屋駅。できたのは今から87年前で、団地が作られると飛躍的に利用客が増えたんじゃ。現在の駅周辺は多くの飲食店が並んでおるが、昔はどうだったのか。キッチンハウスカントリーの料理長で御年81歳の吉川さんに聞いてみた。昔は田んぼばっかりでした。あのうちが一軒カントリーがのねあっただけで、隣のお家もありましたけれど、こちらかは田んぼばっかりです。カエルとかヘビとかね。もう吉川さんは45年ほど前にお店をオープンさせたんじゃが、その頃の周辺はまだ飲食店も少なかったそうじゃ。喫茶店にお寿司屋さんとそれからバンさんですよね、お家が。で上に行くとそのスーパーがありましたね。今は北牛 100% 自家製ハンバーグを売りにしているキッチンハウスカントリー。実はこの店を建て替える前は別のお店だったんじゃが、ではここで問題じゃ。キッチンハウスカントリーの前はお蕎麦屋さんだった。さて丸か×かで答えるんじゃ。キッチンハウスカントリーは行ったことあるでしょ。おお、みんな行ったことある。その前はお蕎麦屋さんだった。では行きましょう。分かれてください。さあ、何屋さんだったんでしょうか。参りましょう。答えはこんなお店でした。ハンバーグの前はどんなお店だったんじゃ。焼きそばとかお好みやってたので、それが8年くらいありました。ということで正解は×じゃ。ハンバーグの前は日吉というお好み焼き屋さんだったんじゃ。田んぼだったのを区画整理で全部この辺りをきれいにするっていうことで壊して建て直しをしてこのお店にしましたね。やっぱりそういうのが私が好きだったから、お店やるのは。こうして今も地産地消にこだわったレストランとして駅周辺の活性化を担っているんじゃな。正解はバズが正解。ではスタンプをしてもらってください。